はい、皆さん、こんにちは。アジアで来てる。真っ赤だよ。真っ赤なケイちゃんだよ。レッドレッドケイちゃんです。ということでね、レッドケイちゃん、今回はですね、真っ赤なケイちゃんでこの動画撮ってきます。ですね、今回のちょっと話題はね、皇室の話題、もしくはですね、経験問題からちょっとだけね、離れようかなと思ってます。というのはですね、皆さんももうよくご存知の通りですね、ウクライナ情勢もちょっとね、混沌としておりますし、ですね、まあ私はね、今現在タイのバンコクにいるので、まあ、現在ですね、タイのそのね、国営の、例えばテレビとかですね、見てもタイ語はね、ちょっとそこまでわかりませんので、どうしてもね、例えば BBC とか CNN とか、あるいはですね、シンガポールのですね、CNA とかね、そういったようなテレビとか見て、テレビ番組とかね、ニュースとか見てるんですけども、やっぱりですね、もうね、例えばロシア軍でもですね、ウクライナはそれこそですね、民間の方もね、もうね、数千人という方がね、まあ、死傷者というかね、もう犠牲になられてるというかですね、そういうような状況ですよね。まあそういう中で本当にね、混沌としてきて、まあなんとかね、早く収束してくれないかなというようなことを思う。反面ですね、まあ例のあのニューヨークに行っちゃってるあの、もう何考えてるって感じですけどね、まあちょっとその人たちはちょっと置いときますけど、今回はね。で、まあそういったような、まあちょっとね、情勢がある反面ですね、私はちょっとそのウクライナ情勢なんかも、ありますし、ちょっとね、NK 国なんかも気になりますし、まあそういった世界情勢がある反面ですね、片やですね、ちょっとね、経済のことも非常にね、ここそれこそね、1、2週間ぐらい非常に気になっておりました。というのはですね、やっぱりですね、ちょっと海の向こうではそういったような死傷者、負傷者が出てるということで、もう大変だな、本当にね、早く収束してくれないかなというふうに思う反面ですね、かたやですね、私の今現在いるバンコクもそうですし、日本もそうだと思いますけども、やっぱりですね、一般の庶民、一般の国民のその生活、それこそ家計ですね、今現在大変ですよね。私が今現在いるバンコクもですね、例えば毎日私もバンコクの道を歩いててもですね、もう普通のですね、一般の商店街歩いてても半分ぐらいシャッターが閉まってたりとかですね。で、かたやですね、その、鉄道の下の高架線の下にですね、ござをいっぱい引いてね、寝てる人がいっぱいいたりとかでね、まあ、ここは常夏なんで、熱帯地方ですから、ね、ずっと一年中寝てても、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、でもそういう問題じゃないんで、でもね、やっぱり日本だって、まあ私もね、家族とね、しょっちゅうその、まあ LINE とかね、まあ、Zoom とかでね、連絡をしてますけども、やっぱりね、連絡するたびに、あ、パパ、またガソリン価格上がっちゃったのよ、どうするみたいなことでね、私の家内なんかもしょっちゅう話してますしね、本当にね、家計を見ただけでも大変ですよね。そういった中でね、今回のそのウクライナ情勢なんかも見極めて、ちょっとね、これ私の今回はね、経済に関する今後の経済どうなるのみたいな感じのね、ことをちょっとね、かなり私の試験的な話もありますけども予想しておりました。そんなような動画をちょっとね、まあたまには作ってみようかなと思いました。こんな感じでまとめました。でですね、もう本当大変な時代ですよね。かたや、流行り病でしょ。かたや戦争でしょ。かたや経済、大変な経済でしょ。大変なね、ステルスインフレでしょ。で、まあ、インフレいつまで続くって書いてありますけれども、まあ、よくね、言葉でステルスインフレなんてありますよね。実体経済全然良くないにもかかわらず、なんか見えないうちに物が上がっていくとかね。さっきガソリン価格なんか言いましたけどね。で、まあ、そういうような状況で、実体の経済は全然良くない。流行り病によって壊滅的な、産業自体は壊滅的な影響を受けているにもかかわらず物だけ上がっていく。なぜなの？まずそんなとこからですね。これはもう皆さんよくご存知かもしれませんけども、流行り病によって俗に言われるサプライチェーンと言われるですね、俗に言われる運輸関係ですね、それがやっぱり壊滅的な打撃を受けたことによって、俗に言われるその産業の米と言われるですね、半導体、これが壊滅的にというかですね、流通しなくなっちゃいました。それによってですね、半導体価格もしくはですね、実際のフレイトコストと言われるその、
俗に言われるですね、あの運輸関係のコストですね、それがものすごく上がったことによって、これが俗に言われるステルスインフレと言われるような価格の上昇をつなげましたと。で、さっき申し上げたその産業の米と言われる半導体、これって自動車だろうがね、それこそ家電だろうが、今の世の中において全ての産業の製品に使われてますよね。それの全ての製品に使われているものが、価格が上昇、品不足によって結局最終製品がどんどん上がっちゃったというのが今現在のそのインフレの状況ですよね。決してですね、実体経済が良くなって需要がどんどん上がってですね、皆様の給料が上がって、それによって需要が上がって、なおかつですね、それによって価格が上がってるっていう話では全然ありませんという話ですよね。で、そういうような状況の中で、特にアメリカにおいてはですね、昨年これちょっとね書いておきました通り、アメリカの一般財サービス価格は2022年のまあ1月、だから先月ですよね。先月までの1年間でね、なんと 7.5% も上昇しているというね、とんでもない数値が出てきてるんですよね。で、こういうような状況を受けて、実はつい先月ぐらいまではですね、本当にFRB のね、パウエルさんなんかもね、パウエル議長なんかも言ってましたけども、来月ぐらい、3月ぐらいには、からはね、ある程度の期間を置いての利上げということも示唆されておりました。ただね、そういった中で、例のですね、ウクライナ情勢が悪化してきたということで、今現在ちょっと分かんなくなってきましたけどね。ただそういうことも示唆されていましたと。で、まあ、どういうことかというと、まあ、ちょっとね、ご説明までに、なぜインフレ、懸念が、インフレ、状況の時に、利上げするかというと、要は、インフレすなわち物が上がっていくと、物があんまりバンバン物が上がると、当然ですね、特に一般庶民にとっては困っちゃいますよね。という中で、なぜ利上げをするかというと、お金を、がですね、どういう方向に向いていくかというと、利上げを上げて、特に銀行金利がね、政策金利を上げることによって銀行金利も自然に上がりますと、銀行金利が上がることによって、お金が消費財とか物じゃなくて、銀行金利、すなわちですね、お金を銀行に預けてた方がいいよねっていうことで、物じゃなくて銀行の方に、要は預金金利等に集まることによって物の値段も下がっていく。これが利上げをする、すなわちインフレを抑制させるというような基本的な考え方ですよね。なので利上げをするというようなことなんですけども、もうそういうようなことで、一応 FRB が来月からしようかなみたいなことを考えてた。まあ今現在ちょっとまたね、こんな感じでね、わかんなくなってきましたけどね。で、まあそういったようなことがまずありますと。ただちょっとここに2番目に書いてあった通りですね、今現在ウクライナの状況で分かんなくなってきましたと。でね、ちょっとね、私もね、これを受けてですね、実際のね、まあこのエネルギー問題ということで、ちょっとね、経産省、経済産業省がね、出してたようなね、これはね、2月23日、もう2、3日前に出してたような文面で、まあ、経産省がね、出してるような、まあ、本当にね、お決まり的な文句なんですけども、例えばね、これ日本の話ね、我が国、日本にとってはね、今現在ね、国家備蓄だとか民間備蓄合わせて約240日ぐらいのね、例えば石油だったら備蓄がありますよと、LNG に関してもね、十分な備蓄がありますよ。だから短期的には大丈夫ですよ、みたいなことは言ってるんですよ。まあ単純にですね、経産省として、まあ経済的にも安定はさせたいし、まあ余計なですね、不安を煽りたくないというようなことでこういう文面を出したんでしょうけども、単純に言えば、ウクライナ情勢が長引かなければ、今のところはある程度の短期間の備蓄量はありますよっていう声明だけは、いつだっけな、2月の23日、2日前、3日前に出してるというような話なんですね。ただし、当然ですね、私言いましたように、これはあくまでも短期的な声明であって、この今現在のウクライナの情勢が長引けば長引くほど、それがどうなるのって話ですね。それこそですね、長引けば長引くほど、エネルギー価格がまたブワッと上がってですね、それこそステルスインフレじゃないよ。ハイパーインフレなんていう話にもならないとも限らないと。
なる可能性もゼロじゃないと。とんでもない話がね、世界情勢とともにあるかもしれないということですね。で、まあそこら辺まではですね、今現在の世界情勢というか世界経済抱えているリスクなんですけども、じゃあね、例えばウクライナ情勢が短期的に収束しましたっていうような中で、じゃあさっき申し上げましたように、ウクライナ情勢が収束しました。なおかつですね、流行り病ももうそろそろね、オミクロンもそろそろ大丈夫でしょうっていう形でね、ワクチンももう3回目、4回目だからそろそろ大丈夫でしょうっていうことになってきて、じゃあ FRB、アメリカだったらですね、FRB もじゃあ政策金利をね、そろそろ上げましょうっていうようなことになってきた場合に、じゃあ日本はどうなんですかっていうことをね、ちょっと考えてみたいなと思うんですね。例えばアメリカで言えば、ガーファで代表されるようなね、主幹産業があるわけですよね。で、そういう、例えば、主要産業で言えば、自動車で言えばね、テスラとかね、あるわけですよね。そういうような、もう、なんていうかな、主とした産業があるので、例えば、今現在の、そのね、流行り病さえ収束すれば、なおかつウクライナさえ収束さえすればですね、今現在のほぼゼロ金利をですね、政策金利を上げていったとしてもですね、悪影響はないだろう。すなわち、ある程度政策金利を 1%、2% っていう形にね、上げても大丈夫だろうと。悪影響はないだろうっていうことが見えるんですけど、果たして日本はどうなんですか？日本のね、じゃあ日銀は、例えば FRB をね、追従するような形で上げられますかっていうことはよく考えなきゃいけないと思うんですね。で、これはやっぱりね、金利を上げるというようなことになると、じゃあ実際日本にですね、例えばアメリカのガーファだとかね、じゃあありませんけども、そういったようなね、非常に日本の経済をね、引っ張るような産業が今現在産業の米がありますかっていうようなことが非常に大きなね、問題になってくると思うんですね。もしそういうようなね、これからね、ものすごい勢いで伸びる産業があるなっていうことであれば、それはそれでいいと思うんですけども、私が知る限りだと、っていう感じなんですよね。で、そういうような状況でですね、ただ単にね、はい、オミクロンが収束しました。なおかつ、ウクライナももう大丈夫でしょう。N 系国もまあ大丈夫かな、みたいな感じになってきたことで、じゃあね、このステルスインフレじゃありませんけども、インフレを抑制させるために、政策金利をね、それこそ安倍政権がやってきたときに、インフレターゲット 2% なんてありましたよね。あんなもの今まで全然できてませんけども、あれをね、またね、2% ターゲットだよなんてことで、やろうなんてやったところでですね、絶対無理なんですね。今現在ですね、マイナス 0.1% ですから、そんなことをやったとしたってですね、結局政策金利を上げる、すなわちまた、じゃあ住宅ローン金利上げるんですか、なんでね。結局、実際の、主たる産業がね、上がってこない。結局ね、景気が上がらない。すなわちですね、景気の下支えがなければ皆さんの給料が上がらないわけ。すなわちね、企業が儲からなければ給料が上がらないわけですね。企業が上がらなければ、それこそさっき住宅ローンの話もしましたけども、多くの住宅ローン金利が払えないわけですよね。それを逆らってですね、政策金利をね、日銀が上がれば住宅ローン金利も上がるわけですよね。そうしたらですね、払えなくなっちゃうわけですよね。そうするとまた、昔のね、サブプライムローンのね、話なんかもありましたけど、そういったようなね、また新たな問題ができちゃうと、ね、いうような形になるわけですよね。そういったことになると、どういうことが起きるかな、というと、例えば日本以外の国が金利をね、上げても大丈夫、というようなことになってくると、どういうことになってくると、例えばアメリカドルだとかですね、イギリスのポンドだとか、そういうような、日本から見れば外貨、の価値がどんどん上がっていきます。金利が上がるということになると、その外貨に投資することによって余分な金利が稼げますから、外貨がどんどん価値が上がっていく。逆に言うとですね、今までの日本のですね、円安基調がどんどん進んでいくと。どういうことかというと、日本の円安基調が今まで以上に進んでいく。日本の経済力がどんどん落ちていく。日本の国力がどんどん落ちていっちゃいますよっていうようなことが懸念として起きると、オミクロンが収束してもどうなの、ウクライナが収束してもどうなの、 N 警告がミサイル撃たなくなってもどうなのっていうことでですね、私なんかはどちらかというと、まあウクライナもね、そうなんですけども、 N 警告もそうなんですけども、
それ以上にですね、やっぱりその日本国民にとっての一般の家計にとってのですね、やっぱりこれってやっぱ非常に重要なことなんで、本当にね、一般の家計イコールですね、一番の多くの方が持っている問題ですよね。経済的な問題ってのは非常に大きな問題なんで、そういった問題をね、非常にね、心配しちゃうっていうようなね、ことで、ちょっとね、お話をさせていただきました。なので、やっぱりね、日本ではですね、なんかね、新しいその産業の米じゃありませんけども、そういったようなことがね、早くね、生まれてくれないかなというようなことをね、つくづく思います。ということで、まあちょっとね、たまたまそのウクライナの情勢もね、ちょっと混沌を極めているというような状況ですけども、それだけじゃない。日本が抱えている問題というのはそれだけじゃない。経済でもこういったようなね、問題を抱えているっていうような観点でちょっとね、今日はお話をさせていただきました。こういったような問題もね、ちょっとね、たまにはね、皇室の問題だとか、経験問題に絡めてお話ししていきたいなと思います。ということで、真っ赤なケイちゃんでした。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではまた。バイバイ。